はい、こんにちは、まろです。感染症もですね、まだ落ち着きが見られず、活動を自粛してですね、お家で過ごされている方も非常に多いと思います。ゲームやテレビなんかで暇つぶしねされている方が非常に多いんじゃないですかね。今回はですね、そんなテレビの音質をアップグレードするアイテムを紹介したいと思います。それがこちらですね。ほいっ、よいしょ。はい、こちら、ソノスのサウンドバー、ソノスビームでございます。実はですね、僕その製品めちゃくちゃ愛用しておりまして、去年はね、その製品に25万円ぐらい使っちゃいましたね。その回あってかさ、ほら見て見て、ソノスって書いてあるでしょ。そう、今回ですね、ソノスさんからご提供でいただきました。まあ、以前からですね、こんだけ銭使ったんだから、そろそろ案件来ねえかなって思ってたんですけど、ようやくお話をね、いただくことができましたね。案件動画でそんなこと言っていいのかどうかわかんないですけども、で実はですね、僕ソノスのサウンドバーすでに使っておりまして、これよりももっと大型のソノスアークっていうサウンドバーを現在愛用しております。ただソノスアークはですね、めちゃくちゃでかいし、お値段も11万円とめちゃくちゃ高いんですよ。気軽に皆さんにおすすめできるアイテムではないんですよね。プラス僕みたいにワンルームに住んでるんだったら、もっと小型のこちらソノスビームの方が案外使いやすいんじゃないかな、合ってるんじゃないかなということで、まあ、以前からね興味があった製品でございます。それではですね、このソノスビームでテレビの音質がどれだけアップするのか、ちょっとね体験してみたいと思います。それではですね、まず開封していきたいと思います。いやー、これもねちょっと使ってみたかったんで非常に楽しみですね。ソノス製品はね、アップルデバイスとの相性もいいので、ほんと気に入ってます。よいしょー、それではオープン。よいしょー、はい、まずこちらがですね、ソノスビーム本体ですね。まあ、サウンドバーとしてはコンパクトな部類に入ります。全長がですね65センチぐらいで、ソノスアークの場合1メートル以上ありますからね、比較するとめちゃくちゃコンパクトです。僕みたいなワンルームはこれくらいのサイズの方が使いやすいですよね。ソノスアークは設置するのも大変でしたけどね。そしてその他の付属品なんですけども、電源のケーブルが1本、そしてですね HDMI ケーブルが1本付属しております。そして光デジタルオーディオに対応しているアダプターが1つ付属されております。このソノスバーはですね HDMI ケーブル1本で接続することができるんですが、ここで注意が1つございます。接続するテレビがですね HDMI ARC に対応してないといけません。僕もねソノスのサウンドバーを使うときにテレビが対応してなかったので、テレビも買い替えました。比較的新しいテレビは ARC に対応してるから大丈夫なんですけどね。ただもし対応してない場合、光デジタルオーディオケーブルで出力することができますので、このアダプターはそのためのものですね。テレビ側が光デジタルオーディオか HDMI ARC に対応している必要がございます。ご購入前にここだけ注意してください。そしてセットアップは全てこのソノスのアプリで行っていきます。こういうアイテムって結構ね設定するのめんどくさかったりするんですけど、ソノスはねアプリの指示に従っていくと結構簡単に設定することができます。まずアプリを開いて背面のボタンを押すと、このようにですねポップアップに製品が表示されます。まずは製品を追加して、ロケーションアクセスを許可、そしてマイクの使用も許可。そうするとセットアップの準備が開始されます。今アプリとソノスビームが接続されてますね。そして自宅のネットワークに接続してます。あとはソノスの設置場所を決めます。まあ、今回テレビルームにしておきましょうか。そしてトゥループレイでチューニング、このようにスマホとアプリを利用して部屋の反響音を測定すると、部屋に合わせて製品の音質を適切に調整してくれる機能ですね。これを行うことでより高音質で楽しむことができるようになります。まあぶっちゃけこれちょっとめんどくさいんですけどね、アップルのホームポットとかで自動でね測定してくれるんで、早くその製品も自動で測定できるようになってほしいですね。はい、これでですねセットアップが完了しました。あとはテレビにつなぐだけです。そしてこのソノスビームはですね、ただのサウンドバーだけじゃなくて1台で3役の使い方ができます。まずは当然サウンドバーですね。 HDMI ケーブルと1本でテレビに接続することによって、単体で 3.0 チャンネルのサウンドバーとして使用することができます。そしてもう一つがスマートスピーカー。このソノスビームはですね Alexa に対応しておりまして、 Alexa 明日の天気は、予想最高気温は摂氏28度、予想最低気温は23度です。このようにですねスマートスピーカーとして使用することもできます。そして3つ目がですね、インターネットを経由したオーディオシステムとして使用することができます。 Wi-Fi を経由してですね Apple Music、Amazon Music、そして Spotify など約50種類のですねストリーミングサービスを利用することができます。
そして AirPlay 2にも対応しておりまして、 iPhone からこのソノスビームに音楽を飛ばして再生することなんかもできます。このインターネットを利用したワイヤレスの機能を存分に使えるのがその製品の魅力なんですよ。それではですね、実際にテレビにつないで使ってみたいと思います。それではですね、ソノスビーム実際に使っていきたいと思います。奥がね、今使っているソノスアークなんですけど、もうめちゃくちゃでかいでしょ。僕の今使っているテレビが55インチなんですけど、このテレビの横幅とほぼ同じですね。それと比べるとソノスビームは非常にコンパクトです。というわけですね、ちょっと音質を比較したいんですけども、ちょっと映画とかはね、著作権のあれで流せませんので、フリーのね、音源でアークとビームとちょっとね、音の違いを確認してみたいと思います。というわけですね、アークとビーム、ちょっと音質をね、比較してみましたけども、ビームもめちゃめちゃいい音なんですよ。低音もしっかり出てるし、特にソノス製品って中高音めちゃくちゃ繊細で綺麗なんだよね。だからこそ映画とかでも人の声とかがすごい聞き取りやすいんですけど、やっぱりアークの方がですね、音の広がりと、そして中高音とこう低域の分離感っていうのがアークの方が全然いいですね。でさ、びっくりしたのが、今これ YouTube のフリーの音源なんですけども、ソノスアークの場合、後ろから音鳴ってるって勘違いしたぐらいすげえ立体感があるんですよね、音楽ファイルなのに。ただソノスアークにもちょっと困ったところがあって、このソノスアークのポテンシャルをしっかり楽しむには、やっぱりある程度大きめの音量で聞かないとダメなんですよね。そうするとソノスアークの場合、音の広がりもすごいし、低音もすごく強いので、やっぱりね、こういったワンルームでは非常に扱いにくいと。逆にソノスビームの方が音量を小さくしてもちょっとバランス崩れにくいなと思いました。やっぱり僕みたいに一人用の部屋に住んでると、このソノスアークオーバースペックなんですよね。それではですね、ソノスビームで実際に映画を見てみたいと思います。さあ、一体どんなサウンドなんでしょうか。というわけですね、実際に映画をね、ちょっと見てみたんですけども、いや、これ単体でもすごいですよ。なんかね、画面いっぱいいっぱいから音が出ているような感じで、この画面の中をですね、音が動き回るような臨場感っていうのがしっかりありますね。特にアクション映画なんかでは、その爆発のシーンだとか、車がね、走り抜けていく時なんか、音がね、この画面の中をブワッとこう走るような、すっげー気持ちのいい臨場感してるんですよ。正直ね、こういうコンパクトなサウンドバード、僕初めて試すんですけども、まあそんな大したことねえだろうなと思ってたんですが、音はしっかり動きまくりますね。いや、コンパクトでもなかなか侮れないですよ。でソノスアークとの違いはね、このソノスビームは画面いっぱいいっぱいから音が出てるような印象なんですけども、やっぱりソノスアークの方が音の広がりがすごいので、アークの場合はね、このテレビの外側からも音が聞こえてくるような印象なんですよね。正直アークのような臨場感は味わえないんだろうなと思ってたんですけども、まあ、範囲は狭まりますけど、しっかりね、アークと一緒で臨場感は楽しめますよ。ちょっと音の広がる範囲の差が大きいかなと個人的には思いました。そしてソノスビームもそれだけではございません、こちらのソノスサブだとか、こちらのソノスワンを使ってですね、ワイヤレスでサラウンド環境を作ることができます。このソノスワン2ついるんですけどね、僕もう1個後ろに、ね、今あるんですけども、こいつらを使ってですね、まあ、ケーブルでごちゃごちゃせずにですね、ホームシアター環境を構築することができるわけですよ。さあ、このソノスビームでもホームシアター環境がしっかり楽しめるのか、ちょっと試してみたいと思います。でね、これホームシアター環境の構築もすごい簡単で、このアプリからさっと構築することができるんですよ。このシステムメニューからですね、ソノスビームを選択して、そしてサラウンドを設定するを押すとポップアップが表示されます。この指示に従っていくだけ。これがうちの家にあるソノス1ですね。こいつを選びます。そしてもう一つのソノス1も選びます。で、この2つの製品をテレビルーム、要はソノスビームですね、ソノスビームとまあつなぎますかというメッセージが出てくるので、これをはい押すと、そうすると今自動で設定してくれてますね。
はい、これでですね、ホームシアター環境を構築することができました。そしてもう一つですね、サブウーファーのこのソノスサブを接続しないといけません。これは別途接続を行います。このサブを接続するをタップして、続ける、またですね、このサブを追加しますかと出てきますので、はいを押します。そして、接続されるまでしばらく待ちます。はい、これで準備 OK ですね。これで 5.1 チャンネルのホームシアター環境を構築することができました。それではもう一遍この状態で映画を見てみたいと思います。というわけですね、ソノスビームでホームシアター環境を構築して映画を見てみたんですけど、いやー素晴らしいですね。このテレビの画面あたりをですね、走り回ってた音がちゃんと後ろまで抜けるようになってますね。そしてサブウーファーでより上質な、ね、低音を鳴らせるようになったので、このテレビの周りのさ、空気がブルブル振動すんの。特に爆発のシーンなんかはもう圧巻ですね。いやーびっくりですね。ソノスビームでもちゃんとホームシアター環境を構築することができましたね。まあ、僕普段アーク使ってるから、まあ、ダウングレードなんで、まあ、そんなに満足することないだろうなと思ってたんですけども、いやー意外といけるじゃないですかこれ。というわけですね、こちらソノスビーム紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、普段のテレビのステレオサウンドをですね、映像に合わせて音が動き回るような、まあ、躍動感だとか臨場感をしっかり味わえるアイテムだと思いました。そしてこのソノスビーム、音以外にも気に入っているところがございまして、まあ、スマートスピーカーとして使えるだとか、インターネット、エアプレイ 2K で音楽が楽しめるとか、まあ、そういったところも嬉しいポイントなんですけど、アプリが使いやすくて機能が豊富っていうところも嬉しいんですよね。例えばイコライザーで低音や高音のね、レベルを調整したりだとか、そしてスピーチエンハンスモード、これはですね、よりセリフを聞き取りやすく調整してくれる機能だったりだとか、そして夜ってやっぱり大音量でかけれないじゃないですか。そういった時にですね、小さめの音量でもバランスよく聞き取りやすい音質に調整してくれるナイトシアターモード、まあ、こういった機能も使えまして、日常使いでも非常に便利だなって思えるポイントがたくさんあるんですよね。ただ注意点もございまして、ソノスビームといいますか、ソノス製品で気になるところなんですけども、 Bluetooth スピーカーとしては使えない、ここ注意が必要です。結構 Bluetooth スピーカーとして使えると思ってる方もいらっしゃいますからね、残念ながら Bluetooth スピーカーとしては使えません。そして 3.5 ミリのオーディオジャックに対応してないところ、基本的に有線で出力できるのは光デジタルオーディオケーブルか HDMI ですから、パソコンや音楽デバイスにつなげて聞くっていうことができないんですよね。ここはね、そのソノス1とかアークもそうなんだけど、オーディオジャックで聞けるようになったら、これパソコンのスピーカーとしても使いたいぐらい本当いいアイテムなんですけどね。そしてこのソノスビームはですね、6月25日から7月25日までディスカウントキャンペーンやっておりまして、通常 5万1480 円のところ、この期間中はですね、4万480円マイナス1万1000円で、購入することができます。まあ、期間中かなりお得ですので、興味のあった方はこの機会にですね、手に取ってみてはいかがでしょうか。また概要欄にですね、情報を貼り付けてますので、気になる方は一度チェックしてみてください。映画やテレビだけじゃなくね、音楽の幅も広がりますよ。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。